ジョシュア・マイケル・オーシックはアメリカ合衆国間補修ボイシ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のシンシナティレッツ所属。オレゴン州立大学時代はプロ入り後も同僚となるアンドリュース・ザックとバッテリーを組んでいた。2010年1月にトミー・ジョン手術を受けている。6月に行われた MLB ドラフト7巡目でロサンゼルス・エンゼルスから指名されたが、 契約しなかった。2011年はトレバー・バウアーを擁する UCLA を相手にノーヒットノーランの快挙を達成した。サンフランシスコジャイアンツ時代2011年6月の MLB ドラフト6巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名されプロ入り。2012年に参加の AQ3 のゼジャイアンツでプロデビュー。27試合に登板して0勝2敗1セーブ。 防御率3.62、34奪三振を記録した。2013年は a q 三の z a 級リッチモンド、フライングスクールレルズでプレイし、2球団合計で56試合に登板して5勝4敗15、セーブ、防御率3.47、76奪三振を記録した。2014年は a 級リッチモンドでプレイし、28試合に、 登板して1勝0敗、防御率3.78、27奪三振を記録した。2015年は A 級リッチモンドで開幕を迎え、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツを経て、7月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。この初登板から7試合連続ヒアンダーなし、8試合連続、 無失点と、高スタートを切った。この年メジャーでは35試合に登板して2勝0、敗、防御率2.20、27奪三振を記録した。2016年は59試合に登板して1勝3敗、防御率4.71、25奪三振を記録した。2017年は54試合に登板して3勝2敗、防御率6.23。 43奪三振を記録した。2018年は12試合に登板して、防御率8.25、10奪三振を記録した。2019年2月12日に、ィーフとなった。2019年2月19日に、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍したが、3月8日に、ドワイトスミスジュニアの加入に伴って、ィーフとなった。 3月11日に再びウェーバー工事を経て、シカゴホワイトソックスへ移籍した。この年は57試合に登板して4勝0敗、防御率4.61、61奪三振を記録した。2019年10月31日にウェーバー工事を経て、ボストンレッドソックスへ移籍した。12月2日にノンテンダー FA となったが、4日に1年契約を結び直した。 2020年8月31日に後日発表選手とのトレードでシカゴカブスへ移籍した。9月30日にリーフとなり、10月2日にマイナー契約となった。その後オフに FA となった。2020年12月21日にシンシナキレッツとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2021年6月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。速球は最速98マイルパーアワーで、対左打者にはスライダー、対右打者にはチェンジアップを大投げする。ありがとうございます。